喉と鼻と目と口と喉と鼻と目と口と肘と膝と足と手首が痛いすぎです。でね、今回何やっていくかっていうと、プロセカね。いやーちょっとね、最近ちょっとハマっててですね。で、この挨拶な、え？待って。怖いんだけど。なんか前回もさ、同じこと言ってなかった？そうだったの時に。なんかちょっとハマっててみたいなこと言ってなかった？やばいな、ドッペルゲンガーみたいになっちゃってるね。はい。でね、今回何やるかっていうと、新曲来てたんでね、やっていきたいと思います。奏で灯す空っていうことでやっていきたいと思うんですけど、あれ結構前に出た曲じゃんみたいな思うと思うんだけど、まあもちろんそうなんだよね。今頃感はあるんだけど、今回ね、チャレンジステージライブでやっていきたいと思います。これ俺最初さ、奏でとモスラかと思ったんだよね。うん、最初読んだ時にゴジラコラボでもすんのかな奏でとモスラっていうのがいて、ゴジラの中にね、ガーみたいなやつ、まあ画像出してると思うんだけど、それかと思ったのよ。ニーゴが歌ってると思うんだけど、奏ではいるじゃん、ニーゴのグループに。と、モスラ。なに、モスラ加入すんのかみたいな。でも、ゴジラコラボとプロセカコラボ、なかなかいいと思うんだけどね。ダメか。ちなみにね、この動画は、後撮り実況になりますんで、先にやった動画があって、実況つけたって感じ。カナデとモス、トラレツ、トラ。初めてね、この時やってね、まあ、ちょっとね、テンション上がったよ。本当に。嘘抜きにね、テンション上がりました。はい。最初のね、始まり方。いいよね。なんかさ、これ、今の譜面ところさ、なんかあれを感じるよね。なんだっけ、イフドード？俺、イフドゥドゥを感じるんだよね。で、このウニョウニョノーツね、ちょっとあんまり得意じゃないんだけどね。あと、半径ノーツがちょくちょく来てね、いやらしいんだけど、で、この曲がね、いいのよ。で、最初さ、全然こう、リズム感がなかったんだけど、こう、タンタカタカンタカンタタカタカンタタンタンタカナタンタタンタンっていう風にね、だんだんリズムが出てきてね、だんだん盛り上がっていく感じが素晴らしく好きですね。でね、この譜面がちょっとあんま俺好きではないんだけど、曲はね、よかった。来るよ、サビ。よくない？え？よくない？本当にめちゃめちゃいいと思うんだけど、俺なんかベタ褒めすんなみたいな思われるかもしんないけど、ガチでいいものはいいって言っていくからね、俺。本気で。いや、マジでね、今回俺めちゃめちゃいいなって感じました。でもちょっとね、アニソン感が否めない非常にアニソン感が否めないんだけど、いや、いいよね。この全員で歌ってるのもなかなか、このさ、タタタタンタっていうね、リズムがね、ちょっとやりづらいっていうのはあるなかなかあるんだけど、よし、いい感じで進んでいきます。このね、曲自体はなかなか難易度は低めなんだけど、やっぱりね、リズム感がちょっと苦手だったな、個人的には。で、ここら辺で終わります。はい、結構短いんでね、バイク取っちゃったな。このタイミングでやめてくれる？なんか MV も触れられなかったし、ちょっと最後見えたと思うんだけど、グレート出てましたね。さあ、行っていきましょう。とりあえずフルコンボではあるんだけど、ちょっとチラッと見えたね。いや、やらかしたの俺。ちょっと見てほしいんだけど、これパーフェクト702、グレート1ということで、邪魔なの、その1邪魔邪魔まままま